ストレンジャーズ地獄からの訪問者は2018年のアメリカ合衆国のホラー映画。監督はヨハネス・ロバーツ。出演はベイリー・マディソンとルイス・プルマンなど。本作は2008年に公開された映画、ストレンジャーズ、戦立の訪問者の続編である。とあるパーキングエリア。3人の殺人鬼がどこからともなく現れた。ドールフェイスは駐車していたトラックの扉を叩いて、 運転手を目覚めさせ、飛び出てきたところを殺害した。その後、遺体を眠り続けている被害者の夫の隣に寝かせた。マイクは、妻のシンディ、息子のルーク、娘のキンジーを連れて、おじが所有するパーキングエリアに向かっていた。マイクは、キンジーが全寮制の学校に進学するので、会いにくくなる前に一度かを見せておこうと思ったので、ある。予定より遅く着きそうだったので、 シンデ理はマービンの留守電にメッセージを残した。エリアに到着した一行が一息ついているとドアをノックする音が聞こえた。シンデ理が応対に出るとそこにはドールフェイスがいたのだが覆面をつけていなかったためにとっさに物陰に隠れてしまった。ドールフェイスはトレーラーを間違えたふりをして切り抜けた。一家がトランプで遊んでいると感触持ちのキンジーがつむじを曲げてしまい、そのまま トレーラーを飛び出した。シンディはキンジーを追いかけようとしたが見失って、しまったので、捜索をルークに任せることにした。キンジーを見つけたルークは二人でエリア内を探索することにした。探索中、二人はドアが大開きになっているトレーラーを発見した。不思議に思った二人が中を覗くと、そこにはマービンとその妻の残殺死体があった。その頃、ドールフェイスは、 またしてもマイクのトレーラーのドアをノックし、タマラはいませんかと聞いた。それを不気味に思ったマイクとシンディは子供二人を探しに、出かけたが、二人は死体を見た恐怖で、ヒステリー状態に陥っていた。マイクは、シンディとキンジーを、トレーラーに帰らせ、ルークの案内で、おじの殺害現場へと向かった。トレーラーにたどり着いたシンディとキンジーは、携帯電話が何者かによって破壊されていることに気が、 ついた。ドールフェイスがトレーラーの中に隠れていたのである。シンディは自らを犠牲にして、金字を逃がした。生きた得る寸前、シンディは最後の力を振り絞って、ボイスメールを残した。マイクとルークは、シンディのボイスメールを通して、殺人鬼が自分たちをも狙っていることを知った。事実、覆面の男が二人をつけていた。慌ててトレーラーに帰った二人は、 シンディの死体を発見したが、キンジーがどこにいるのかは把握できずにいた。二人はミニバンに乗って、キンジーを探しに出た。殺人鬼の一人が走行中のミニバンに向かって物を投げたところ、それはフロントガラスに直撃した。驚いたマイクはハンドルを切り損ねてしまい、そのまま別のトレーラーに衝突してしまった。二人は意識を取り戻したが、 マイクの体は座席に縛り付けられていた。やむなく、マイクはルークに、キンジー探しを任せることにした。ルークがその場を離れた途端、覆面の男が姿を現し、マイクをアイスピックで殺害した。ルークとキンジーは、大人の力を借りられない状態に陥ったが、3人の殺人鬼は容赦なく2人を追い詰めていくのだった。カッコ内は日本語吹き替え2008年9月。 ローグピクチャーズは、ストレンジャーズ、先日の訪問者の続編、ザ・ストレンジャーズ、パート2の制作を開始したと発表した。2010年4月、ローレン・ブリエトが監督に起用され、主演は、リブ・タイラーが続投すると報じられた。後日、レラティビティメディアが、続編の企画をお蔵入りにしたとの報道があった。2011年1月、ローグピクチャーズは、 続編の企画が再始動したことを認め、4月には主要撮影が始まると報じられた。企画を再始動するにあたって、ローグピクチャーズは続編のプロットを発表した。それは、ある家族が貧困が原因で家を立ちのかざるを得なくなり、第一作に出てきた3人の殺人鬼から逃げ惑うことになるというものであった。リブ・タイラーは、 続編が2014年に公開される予定だと述べていたが、それは実現しなかった。2015年1月、レラティビティメディアと GK フィルムズは続編を2016年12月2日に公開する予定だと報じられたが、後に公開予定日は白紙となった。ヨハネス・ロバーツは海底47メートルのプロデューサー陣から本作の監督に就任することを打診され、 十九両の末に引き受けることを決めたのだという。2017年2月、ヨハネス・ロバーツが続編の監督に起用され、夏には主要撮影が始まると報じられた。5月、クリスティーナ・ヘンドリックス、ルイス・プルマン、ベイリー・マディソンがキャスト入りした。6月、本作の主要撮影がケンタッキー州のコビントンで始まった。2017年11月16日、 本作のティーザートレーラーが公開された。2018年1月5日、本作のオフィシャルトレーラーが公開された。本作は、グリンゴ、最強の悪運男及び、リンクルインタイム、ワイルド、ストームと同じ週に封切られ、公開初週末に700万ドル前後を稼ぎ出すと予想されていたが、実際の数字はそれを上回るものであった。2018年3月9日、 本作は全米2464巻で公開され、公開初週末に0 4 0万ドルを稼ぎ出し、週末興行収入ランキング初登場3位となった。この数字は前作のオープニング講習の半分であった。日本では2018年7月14日から8月24日まで新宿シネマカリテで開催された特集企画カリコレ2018カリテファンタスティック。 シネマコレクション2018においてストレンジャーズ地獄からの訪問者のタイトルで上映された。その後、2019年2月20日に DVD とブルーレイが発売された。本作に対する批評家の評価はかんばしいものではない。映画批評集積サイトのロッテントマトズには91件のレビューがあり、批評家支持率は35%。 平均点は10点満点で4.9点となっている。サイト側による批評家の見解のようやくは、ストレンジャーズ地獄からの訪問者は、続編を待ち望んでいた原作ファンには訴えるものがあるかもしれない。しかし、その薄っぺらいストーリーとホラー映画によくある、表現の多様は恐怖を邪魔している、となっている。また、メトクリティックには25件のレビューがあり、 過重平均値は48,100となっている。なお、本作のシネマスコアは C となっている。ありがとうございます。